久保さん、今回年収1000万は不幸にしましょうか。年収1000万は不幸 <laughs> ね。ね年収1000万あると、いいんじゃないかって思ってる人いるんですけど、年収1000万でも、あの、幸せか不幸かは、別にあんま変わんないってことですね。うん。まあ結局その、なんだろうな、収入が上がれば、結局買うものも変わるので、 あんま体操変わんないんですよ。わかりますこれわかんないと、言って,言ってみないとわかんないと思いますけど、久保さんも、じゃあ収入が上がりました。じゃあ今回レクサス買いますよ。中古だけど。ね。ででも昔は買わなかったわけですよ。だからまあ何百万する。中古でいくらかわかんないですけど、じゃあそ仮に800万だとする。700万とか800万だとするじゃないですか。で,でも昔は買わなかったわけですよ。ね。 マージャン店の時に借金まみれの時800万のレクサスは買おうと思わなかったわけですよ。でも今収入が上がりました。買おうと思える。買う。じゃあ結局、あ,のあんま変わんないわけです。大した。うん。だからなんだろうな。あの、多分ね、あの、年収1000万程度だと大した変わんないと思いますよ。で、大事なのが稼ぎ方なんですね。稼ぎ方。 要は年収1000万でもめちゃめちゃ幸せな稼ぎ方をしてるかっていうのが僕はすごく重要だと思います要は自分の時間がどれだけあるのかとかその稼ぐ上で例えば例えばですよじゃあ年収1000万ありますまあ極端な例ですよ極端な例ですけどじゃあ年収1000万あるけれども1日も仕事休みで超ブラックでね1日19時間20時間働きますそれで年収1000万です幸せですかって話です極端な例ですけど だから、一番あの大事なことっていうのは、自分の自由時間がどれだけあるのかっていうのが結構僕大事だと思います。なんで自由時間があるかどうかが大事かっていうと、考えることができないですし、あれやろう、これやろうっていうのが、どこ行こうとかね、買おうとかも思えないぞね。じゃあ、仕事20時間やってる人は車買おうと思えないですよね。どうすか。車買っても、だから僕が GT-R 買った時にね、言ったのが、いや、あの、 会社に泊まってるから車、車、買えないっすね、みたいなのを僕最初言いましたからね <laughs>。そもそも、まあ。通勤すればええやんっていう、通勤、あ、通勤か、みたいな。通勤という概念がなかったんで、あ、通勤すれば車乗れるな、みたいなね <laughs>。あれ面白かったですけど。だから、その、収入ではなく、稼ぎ方が大事だと思います。まあ、勝間さんもね、の話もしてましたけど、その3万人に対して、 その一人一人しゃべる、これは物理的にマジ無理だよねと。だけど、たった8分しゃべるだけで、10分しゃべるだけで3万人リーチできると。こんなのは時代のテクノロジーですよ。だから、僕が動画をこう常にする理由っていうのは、24時間っていうところを相対的に増やすことは無理なんですよね、24時間で決められてるし。 これを50時間にする。時計の針を、なんか、自分時計みたいなね。なんか自分の時計は進みが遅いとかね。無理じゃないですか。<laughs> もう世界基準で決まってるんで、24時間1秒1秒みたいな。で、その、なんか、その人だけ太陽の沈む速度が3時間遅いとかね。もう地球は一定の <laughs> ルールの時間の中で回っていて、まあね、もちろん夏とか冬になると、 太陽のね、落ちる速度が変わったりとかしますけれども、でも時間は変わらないわけですよ。うん。だから7時、最近だとね、あの7時になってもまだ明るいんですよね。夏になってきたなと思うんですけど。でも7時は変わらないってことですね。<laughs> 冬でも夏でも7時は変わらないと。<laughs> だからその、人生っていうのを因数分解すると時間だというとこなんですけど、じゃあ時間があ,ーある程度、 あった方が僕はいいいと思いますし、うん、収入があっても時間が少なかったらなんかいろんなこともできないだろうしそれを考えることもできないしそれを楽しむこともできないですよね仮に車を変えたとしても車に乗る時間がないですよね1ミリももう仕事して寝るしかないですからうんだからまあ今後はその収入ではなくどう稼ぐのかっていうそれを選べるようになったわけなんで ね、今までは労働しか、労働してね、会社に行って労働するとかね、なんかその労働しか収入っていうのはなかったわけですよ、50年前とか60年前はね、どうですか、働く、お金を稼ぐっていうことは働くことだと、っていう概念しかなかったんですよ、も今はカメラに向かってしゃべるだけでもいいんですよ。<laughs> でそれはもう時代のテクノロジーが進んで、それでも行けるようになったわけじゃないですかで。あとはそれを選ぶか選んでないかっていう話で使えるけど、PayPay ペペもそうですよね。電子マネーが出てきて、それを使うか使わないかによって変わるわけじゃないですか。うん、だから、あのー、そういうことですね。<laughs> 稼ぎ方が大事かなと。だから僕は、その東京にあのー、住まない理由っていうのは、あのー、 単純に、うん高い、高いし、あの、山ないし、自然ないし、鹿児島の方が空気うまいし、蜜もないしね、飯うまいし、家賃安いし、<laughs> うん、だから今なんか僕より熟成さんの方が稼いでますからね、稼いでる人は。うん、もう、もう、熟長超えされてますからね、普通に。 うん僕は僕のライフスタイルを担保できればいいっていうそれぐらいの収入があればいいあとは自由な暮らしができればそれでいいと思ってるんでまあやるべきことはやってって感じですけどうんお金があったら幸せ収入が高ければ幸せっていうことではなく結局それをどう稼いでいるのかっていうのが結構重要なんじゃないかなと僕は思いますけどねうーん まあ、だから働き方ですね。働き方のアップデートをしない限り、うーん、まあ、雲の上みたいな生活は一生できないんじゃないかなと思いますねうん。久保さんと僕の生き方、ライフスタイルっていうのは多分普通の人から見ると雲の上だと思います。うんでもその雲の上に何で行ったのかっていうと、単純に使ってるだけですね、いっぱい。うん <laughs> テクノロジーを、アザースっていう <laughs>。 無料を使い倒してるっていうね。だって、久保さんのサイトアフリエイトね、人類、昔ね、ホームページビルダーね、1とか2とかね、まあ、相当古いね。なんか今、ホームページビルダー17とか18なのかな。昔ね、その、ブログ、サイトを作るのにもめちゃくちゃ大変だったわけですよ。で、今ね、無料でね、テンプレートってね、綺麗ななってね、なんかドロップするだけでね、綺麗なサイトできちゃうみたいなね。しかも無料ですみたいな。何 <laughs> な,んなんだと。 昔のその HTML のね、ソースコードを打ってね、一生懸命なんかこう作ってる、まあ、あのサイトありましたけど、もう本当に過去の話ですよね。今もう最初からおしゃれで、最初からもう,う、なんかやりやすいみたいな。ドロップするだけみたいな。今回タイトル、ホームページビルダーなんちゃら、ね、にしましょうか。今最新なんなんだ。ホームページビルダー。今ホームページビルダー使ってる人いいのかなホームページビルダー。 今22だ。今22らしいですよ。すごいな。22になったらしいですね。へえ。ー。ホームページビルダー使ってる人いいのかない今わかんないですけどね。うん。ねえ、一番、すごく変わりました世の中は。うん、はい。もうこんなの買わなくても無料でいくらでもできるっていうね。いやホームページビルダー22、そのうち、 最新作出なくなななくんじゃないかな多分10年後はホームページビルダー更新はされないんじゃないかなこれソフトうーんはいいってらっしゃい